普通科とは、日本の高期中等教育を行う学校に設置される普通教育を主とする学科のことである。一般的に普通科というと、高等学校、中等教育学校の高期課程、特別支援学校の高等部におけるものを指すことが多い。高等学校、中等教育学校の高期課程における普通科については、高等学校設置基準の 第5条第1号、第6条第1項、高等学校学習指導要領などに定められている。特別支援学校における普通科については、特別支援学校の高等部の学科を定める省令の第1条、第2条第1項、特別支援学校高等部学習指導要領などに定められている。普通科における教育の大半を占める普通教育は、 専門分野に特化した専門教育に対して幅広い分野のうち特に基礎的なものを扱うという普遍的教育を目指している。学校によってはこの普通科をコースごとに分け中には大学進学コースや特別進学コースなど大学受験に特化したコースを設置しているところも存在する。教科としては国語、地理歴史、公民、数学、理科 英語、保健体育、家庭、芸術、情報及び総合的な学習の時間を主に履修する。一部に商業などの専門科目や学校設定強化、科目を履修する学校もある。高等学校の普通科の生徒数は235万7844人であり、高等学校の本科生徒総数に占める割合は73.1%である。 高等学校、中等教育学校の後期課程における教育課程の基準は高等学校学習指導要領に定められる。普通科では国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報という主に普通教育に関する各教科による教育活動が行われている。これらの教科のほか、 教科外活動として総合的な学習の時間や特別活動もある。また、学校によっては、専門教科や学校設定教科、学校設定科目を履修させる学校もある。卒業までに取得が必要な単位数は、各教科に属する科目の単位数と、総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位以上とされている。なお、単位については、 一単位時間を50分として35単位時間の授業を一単位として計算することが標準とされている。普通科では学校設定教科、学校設定科目は一定単位までしか卒業に必要な単位に含められず、現行学習指導要領では20単位が上限である。このほか高大連携科目や専門学校の科目などの 学校外における学習も36単位まで校長が認定することができる。普通教育に関する各教科には、それぞれ教科に属する科目が設けられ、各科目ごとの標準単位数は次の通りである。なお、次の各科目においては一部が必修科目とされており、必修科目については、表内の規則に基づいて履修しなければ、高等学校を卒業することはできない。 なお、専門教育を主とする学科においては、一部の必修科目を専門教育に関する各教科に属する科目によって代替することも認められているが、普通科においては、このような措置は一切ない。特別支援学校の高等部における教育課程の基準は、特別支援学校高等部学習指導要領に定められる。視覚障害者、聴覚障害者、 死体不自由者、病弱者視覚障害者、聴覚障害者、死体不自由者、または病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、高等学校、中等教育学校の後期課程に準じた、主に普通教育に関する各教科による教育活動が行われている。その他、 教科外活動として総合的な学習の時間や特別活動に加え、自立活動もある。また、学校によっては、専門教科や学校設定教科、学校設定科目を履修させる学校もある。卒業までに取得が必要な単位数及び単位の計算については、高等学校、中等教育学校の後期課程に準じて行われる。 知的障害者知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科については次の通りである。これらの教科のほか、教科外活動として、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動もある。各教科、道徳、総合的な学習の時間、 特別活動及び自立活動の総授業時数は、各学年とも千五十単位時間を標準とし、特に必要がある場合にはこれを増加することができる。この場合、各教科等の目標及び内容を考慮し、各教科及び総合的な学習の時間の、配当学年及び当該学年における、授業時数、道徳、特別活動及び自立活動の、各学年における、 授業時数を適切に定めるものとする。それぞれの授業の一単位時間は、生徒の実態及び、各教科等の特質を考慮して、適切に定めるものとする。多くの学校では、二つ以上の類型を置いて、卒業後の進路に対応した教育が行われる。一般的に、文系、理系の類型を置く学校が多い。通常文系、理系の類型選択は2年次に行われることが多い。 一部の進学校においては、センター試験への対応や、広い教養を身につけることを目的に2年生まで、共通の教育課程で行い、3年次から、類型選択を行うところがある。その他、学校の事情や特色に応じて、分離系、英語系などの様々な類型が置かれる。一方で類型を置かない学校もある。その場合も様々な選択科目を置いて、 各ののの進路に対応した教育課程となっている。必修となっている科目のほとんどは一年次に配当されていることが多い。主に文系の大学や専門学校への進学、公務員への就職を進路志望とする生徒に提供される類型である。国語、地理歴史、公民、英語に重点を置いた教育課程が組まれる。さらに、 私立大学進学に対応したコースと数学の履修も重視した国公立大学に対応したコースに分かれる学校もある。主に時系の大学への進学に対応した類型である。数学、理科、英語に重点を置いた教育課程が組まれる。センター試験に対応するため国語、地理歴史の履修も行われる。数学は数学3まで履修するのが通常だが、 看護学、農学、薬学などの一部学科においては、数学3まで試験範囲としていない大学があるため、多くの学校では、数学2、数学 B まで履修するコースを置いていることがある。理科の選択科目は科学及び、物理、生物から1科目選択させるところがほとんどである。6教科の内容をまんべんなく履修できる類型である。 主に国公立大学受験を希望する生徒のために置かれる、特に文系学部向けであることが多い、新しい普通科のあり方の一つ。基礎学力を重視しながら、生徒の興味関心や深度に応じて、いくつか設定されたエリアから一つを選んで学習する。生徒は各エリアごとに指定されたエリア指定科目を履修する。エリア指定科目と、 必ず履修科目を除く科目は自由選択科目と呼ばれ、生徒が自由に選択して履修できる。総合学科の系列と異なり、エリアは一つを選択して履修しなければならない。選択科目の割合は、従来の普通科より多く、普通科単位性より少ない。また、系列とは異なり、エリアは専門性を深めていくものではなく、生徒の興味関心を引き出すために設置されている。 どのエリアを選択しても、進学、就職療法に対応している。おおむねエリア選択科目は4科目8から12単位程度である。普通科総合選択制、またはこれに類する新しい普通科は、北海道、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県などに設置されている。複数の専門学科が設置されている、高等学校で採用されている総合選択制とは、 異なる。しかし、専門的な学習を深めるには、不向きなシステムのため、大阪府などの一部の高校では、普通科専門コースへの改変が進んでいる。必修科目以外は、すべて選択科目となっている。授業は、ほとんどが、クラス単位ではなく、選択した科目ごとに生徒が教室を移動して、授業を受ける。学年の概念がなく、時には2年生と3年生が、 同じ教室で授業を受けることがある。しかし、クラス単位の活動は、ホームルームや、行事、必ず履修科目の授業などで行われる。生徒の興味、関心、進路希望にきめ細かく対応できる。進む学校で様々な受験科目に対応するために、採用される進学型単位制普通科。そして、生徒が、減給留置することを防ぐため、 卒業までに74単位を取得できれば、卒業できるように採用している高校がある。多様な選択科目を実現するために、教員の加配が行われる。普通科における、卒業後の進路は、大学進学、専門学校進学、就職など多様である。ありがとうございます。